今日はとても腹が立つことがありました。ねえ麦、普通にね、散歩させてたんですよ。結構バス停もあるようなところで、ちょっと道幅が狭くなってたんで、リードを短く持ちながら端っこを歩かせてました。そしたらですね、年配の男性の人が、ランニングしてる感じの年配の男性の人が近づいてきて、舌打ちして麦が蹴られそうになりました。危なかった。蹴ってたらどうするのって話ですよね。怖かったね。ちょっと散歩も気をつけないと、怖いですね。今後はね、狭い道では抱っこするようにしよう。当然犬が好きな人もいれば、犬が嫌いな人もいますからね。一層気をつけて散歩をしようぜ。ねえ麦。開いた。ミルク好きね、麦。すごいな。すごい飲むね。小型犬用のミルクですね、これは。すごい飲むや。